さて放送はもうなんか電波はあっても回線がこの人数に対して足りてないっぽくて、お互い繋ぎ直そうが何しようが何にもデータ通信ができませんでした。さてとりあえずあそこの一周はやめるとしても上までは見てこようかな。そうだ、あと少しだけサドルが高い。GPS だけ持ってちょっと上見てきますかね。確か一切氷山っていうところがここからかなり歩いたところにあって、そこからだとこの吾妻小富士とか五色沼とかは上から見られるらしいんですけどね。結構これ足元悪いな。
あ、すいません。これが吾妻富士の河口ですね。吾妻小富士か。わあ。こんな風でも歩いてる人いるな一周。で、ほとんどベルトがうるさい。
AU も圏外になるな。さて行くか。録音マイクはちゃんと繋がってるよな。あ、オッケー。空気冷たくないな。全然これ10度とかじゃないと思う。15度までいかないけど、なんかその付近ありそうな気がする。気温は
まだ下ってる感じじゃないな。これの左手あたりに桶沼とかいう沼があるのかな。うわ、ちょっとした登りで足がまずいな。この後レイクラインの登りがまだあんのに。ウサギかな、ウサギ平。あとはまた木が、急に木が生えてる。木が生えてるのは浄土平から向こう側だけなのか。入ってるわけじゃなくて緩んでるだけか。
下ってね。珍しいな、路面に書いてあるの。下りソービスもまだ早かった。一応ここから先はもう東高線沿いか。
1622ってことはこれピークか。最高点ってちゃんと書いてあった。標高じゃなくて最高点だった。ちょっと標高的にはここは実質的な峠か。名前はないのかな。こっちはあまり雇用してないな。全然違う。南側だからかな。まだ寒くなってないから。てか木の種類が違うのかこれ。あれは何、どれが見えてる。あれは猪苗代湖か。
てるから稲穂白子か、それかこれから行こうとしてる、何湖なんだっけあれ、日野原湖の東にあるやつ。こっちは暖かいな、登ってきた方向と全然違うな。風が怖え。あそこも混んでるな。総理の通じて確か明日行く白布峠の近くに総理の滝ってのがあったはずだけどな。総理、違ったっけ、総理なんたらだっけ、総理教科なんかだったかな。
回復する。というか少し眠くなってくるな、これは。気持ちよくて。うるさいな、ベルトが。
安達太良山の今違う感じだった。多分同じ安達太良なんだろうけど、あだったのだとたは確か両方とも今多いって書いてなかったかな。ダメだ、全然勢いがつかない。やったったった、やった、さっきなんか2人泊まってた人かな、あれは。こんにちは。やばそうだ。あと多分あの人たちは昼ご飯の時に近くのテーブルに座ってた人たちだ。風は強いけど全然寒くなくてよかった。逆から来たったら下りが地獄だったな。
小見峠かな。今見えたっけ。あそこなんかあるな。すごくいいかも。全身の筋肉はまだ疲れてる感じで急な動きができないですね。こっちで座るといいか。何見えてんだ。秋元湖か。秋元湖、日野原湖。ん？ん？あっちにもちらっと見えてる。耳と。はい、稲城湖か。じゃあ、ああ、一辺には釣らないのかな。今日どちらまでですか。今日は福島の運動公園に車があるんで、ね、あじゃあぐるっと回っても戻るんですね。自転車運んで、ええ、東京からですけど、私は明日までこの辺りいます。そう、ええ、明日うちは稲橋を一周しようかな。あすごい車ですね。ですね。こんな後道が狭いとは知らなかったんで。さっきレストハウスで食事されてましたかね。してました。多分すぐ近く座ってたんで。そうなんですか。あ、自転車の人だと思って。やった。朝も途中ですれ違ったの。どこだった。最初の高湯からの最初のスキー場の廃墟みたいなところ。あそこですか、うん、でその後お二人でなんか途中止まってるのが見えて、それ追い見てたんですけど、ね、的追いつかれて。イラモンいっぱい入ってますからあれ。じゃあお気をつけて。あ今ちょっと顔映ってしまったような向き的に気をつけてたのに。GoPro のメディアはあと、あれ充電できてない。切れたか。
や、切れてない。充電は始まった。危ない危ない、 GoPro がまた電池切れ起こすとこだった。とりあえずもうここまで来たら防寒グローブいらないな。海峠って上から見てるってことはまだまだレイクラインまでだいぶ下って登らなきゃいけないな。天風峡見どころ多いな。これかよっと、よっと、ん？これはどういう、あっちのあの見晴らしなのかな。1週間ぐらい経ったらかなり綺麗そう。あれ道か、道があるのかあそこ。おお、猪苗代湖の方見えてる。
に自転車を置い車を置いてあるってことは、さっきの人たちは私が昨日スタートしたとこから登ってきてるんだな。国みたいか。今は落日だから今の時間でも今一緒なのかな。反射するやつかな。電波を反射してどうこうするやつだっけ。
車乗ってるのあれ。撤去中かな、もしかしたら。ああ、それっぽい。ここからか、レイクライン分岐は。さて行くか。上りの足が残ってなさそうなのがちょっと不安だな。そんなに今日ひどく残ってないのに、えらい疲れてる。自転車の人たちはここから左かな。ひどい。インターチェンジみたいなのがある。で、左に見えたらあれなんだろう。なんか滑走路の長さでもないな。なんだろう。砂利が
たりまだまだかな、紅葉は。やつとは違ったっけ？違うか。はい、今日だ。そういや、土湯峠に登る途中の二廃墟が多かったな。バンダイか、マウントバンダイ、こっちは今やってるのかな。N が抜けてバダイになってるけど、ああこっちはまだ大丈夫っぽい。この道本当に合ってるよな。寝ていると土湯峠はどこだっけ。もうすぐか。
綺麗。これ埋まってるけど、そこあるよな。福島の動きなのか。で、猪苗代裏磐梯で間違ってないような。あれ？レイクラインはあそこ右だ。バイク行ってるな。なんか行き止まりみたいな道路表示になってたけど、こっちだ。本当に当てるよな。もう下り始めたら定数効かないから、この先ぐーっとまた登って湖沿い出るのかな。いや違う、まだ下るんだ。ここで湖出るんだ、これ。どっちにしろさっきの道と合流するのか、これ。
こっちは旧道なんかな。もう合流してしまった。ちょっとここでツイートができるかどうか確かめておこうかな。どこも入れもこれじゃわからない。進ももうなんか舗装しない人ばっかりですね。滑らか。おじや、新潟だっけ。あのバスはなんか煙たい。なんだこの匂い。
これか。あんまり行く車いないな。ドライブイン高森。ドライブインはやってないのかな、これは。やってないっぽいな。ないのかな。ああ、いい雰囲気になってきた。どうあるな、あのところ村磐梯高原まで20キロか。宿まで20キロになるのかな、これで。今標高800ちょいだから、多分確か200ぐらい登るはずだったから1000超えぐらいまで登ったら大きな登り終わりかな。うん、あ、そうだ、もう一回ツイートチェック。おお、あ、違う、できてないか。あ、つながってる。上宇土平からガイドは混雑で通信できず、そこから先は電波なしでした。今からレイクラインを登りますが、配信はせずに進みます。写真を、
こっち落ち着いていいな。こっちも観光バス来るのか。寄って休んで願書、願書か、あれやってないか。やってないよ。いや、この下にあるのかな。割と登れるな。やっぱりさっきは食料切れだったから、カロリー切れ。周りが
木が生えてるから吹きさらしじゃないのもいいな。紅葉はないけど、変なシルエットの山がある。なんだあれ。あ、向こうに見えてるのは雪山か。白いの隠れた。白くなってきた。よし、晴れた。あの雪山はどれだ。あれ雪じゃないのか、もしかしてあれ河口で白い砂があるだけなのか。あれ
と汗かいてきたので、ウィンドブレーカーを脱いで、フリースの状態に。マイクどこ行った？こうかな。うん。すぐ、すぐ。ちお店があるな。あ、惜しい。お、おでん。うどん、そば、おでん。アイスクリーム。あれはみかんかな、柿かな。柿。ひらため、ああ熟してるな、だいぶ。山ほど駅100円、飲んでみようかな。
ただいてきました。割となんかあの小さいおチョコじゃないな、ショットグラスかなみたいなのに山ぶどう液を瓶からついてもらったんですけど、酸味が強くてうまかった。かなりうまかった。あと中はお母さんとおばあちゃんと、もう一人なんかお母さんみたいな人がいたかな。このお客さん今入ってないですね。あまりタイミング的にここで食事する人少ないのかな。歌ってる。これ、今の登って下るだけなのか。今の峠だったんだ。登りの途中だと思ったら。ってことは200ぐらい登り返すところはまだ後の方にあるのか。しまった、油断した。気を抜いてしまった。してなかったから。だいぶ下るな。
裏磐梯16キロ。レイクライン3キロってまだここレイクラインじゃないのか。湖になってからかな。綺麗。これは白菜かな、あれは。さってる。
車はそこそこ通るけど、あのスカイラインと全然違うな雰囲気が。まあじゃあ本当に山の上だからな。でもこっちの方がものすごく落ち着きます。サインだったのかな、こっちじゃなかったんだろうか。一応振り返したけど手を。ほとんど下ってばっかりだな。どこだけ上り返しがあんのは。
ちはもうやってなくて、こっちやって、あ、今閉めた。あ、大根とか、高原大根って書いてあった。になりますと、とすることがあります。あ、もうすぐだ、もうすぐ、どれだ、秋山湖かな。この湖は10年前だっけ、あの明日行く白布峠っていうところからこっち側に向かって下ってくるときに見たことがあるんですけどね、目の高さから見たことはまだない。